終焉は、鴨もあやこの小説。1964年と1978年に映画化されている。時は、昭和10年代の稲葉。当時13歳だった浜の男、吉井卓二は、不思議な少女、草賀清野と出会う。やがて、水産学校を卒業した卓二は、山で再会した清野の神秘的な美貌に魅せられて、恋に落ち、結ばれた。実は、 清野は山奥の一角にある平家部落の娘であり、卓司との出会いも古い印象を破ってのことであった。しかし、選挙区が激しくなって、卓司には召集令状が出される。卓司を見送り、節操ある生活を送る清野の姿は村人たちから称賛されたものの、彼女の胸中にはどこか虚しいものがあった。戦死者が増えるにつれ、卓司も右足に、 瀕死の重傷を負い、佐世保病院で、傷病生活を送ることとなる。清野の看病で託児は、奇跡的に回復し、夫婦水入らずで、闘病生活する山小屋には、笑い声が絶えなかった。戦争の恐怖に怯えながら、託児と清野は、漁師として働き出し、苦しく、愛を確かめ合っていた。そんな時、清野は友人である安子の夫、のりが戦死したことを聞き、 タクジへの独占欲を強めていく。そして、ついにタクジに赤髪が舞い込み、彼は再び召集される。清野は愛憎の能面をつけて舞い、タクジに執念の思いを込めると、彼の思い出を胸にいてついた賛同をさまよう。昭和20年6月、タクジは南方洋で戦死した。やがて、その事実を知らされないまま意識を回復した、清野は黒髪を切って、タクジの仏壇に備え、 夫の命を奪った海へ、静かに身を沈めたのであった。主演は、朝岡カルリコと、伊丹十三。監督は、倉原よし。キャストスタッフロケ地、炎の舞というタイトルで、山口桃江と、三浦智和の主演コンビ9作目の映画として、制作された。ありがとうございます。